はい、どうもホビーシテレビのカズです。よろしくお願いします。今日はですね、こちら名古屋市にある旅館に泊まります。広船さんというんだな、わかんないですけど、それでは行ってみたいと思います。へえ、うわ、旅館や。あ、漫画がある。こんにちは。あ、すいません、予約してました、恩塚と。はい、2人で来ました。下駄ここ置いてたんですよね。ここ置いて、はい、おお、わあ、で車1台になったんですよ。あ、そうですか、はい、じゃあお二人、はい、はい、お名前、こう宿帳に名前書いてください。これ、はい、嘘ついたら捕まるで。ねえ、あ、これ法律なんて知らんかった。決まってるんです。へえ、嘘書いたことないけど。国籍はではね。昔だからのオウムの、はい、オウム事件でわーっと騒がれてる時に、はい、あのオウムの信者のやつらかな、はい、あの嘘ついて止まってて、それでそんなんでパクられ、パクることないのに、はい、無理くりそれを理由に逮捕してた。もう完全別件やけどな。お支払いに別です、一緒。あ、じゃあ別にしといてください。別に、はい。4000円、多分駐車代金。はい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 。あ、なく、僕はなくていい、あとこへ。なくていいです。あ、はい。4100円。で僕4100円。はい、すみません。4100円。あ、一人は4000円な。あ、うん、駐車場代。駐車で払いましょうか。いいわ、いいわ。一人で来ても二人で来ても一緒です。こう Wi-Fi 使えるんですよ。 Wi-Fi 使えますよ。 Wi-Fi 使えますか。うまいな。パスパス。だからこれ自分にいるんだよね。ああ、はい、イエスも来ました。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。どっちがどっちかと、どっちでもいいよ。はい、じゃあもう、じゃあ、で、はい、ここの左の明るいところが階段でして、はい、隣のマレンジャーってところがお風呂です。あ、了解です。ありがとうございます。うわ、氷もあるやん。酒飲もうか。そうね、明日きっと6時半ぐらいだと思います。はい、ありがとうございます。階段ですよ。わ、え、モテる、元か。さあ、306、もう行こうや。偉いな。さあ、部屋がどんな部屋かな、楽しみですね。あ、俺ここや。さあ、電気をつけましょう。ザ和室、すげえ。ザ和室、これはいいな。ちょっと宴会できる感じの。お、これがなるほど。インターネットつなげんの。へえ、テレビがね、姿のテレビ。なんと、いいね。旅館やね、押し入れや。んで、押し入れの中は浴衣があるわ。さすがな、いいっすね。さあ、あ、電源を2箇所あって、電源2箇所とこっち2箇所。さあ、こちらはパコーン。お、なんか観覧車が見える。名古屋港ビュー。あ、もうピンとけへんけど、はい、目の前幹線道路やけど、しっかりした窓なんでそんなにうるさくないっすね、うん、これでいいよ。もう1000円やったら全然、この日が1000円全然ありっすね。エアコンも
新しいのがついてます。はい、お部屋はこんな感じで、後でお風呂も行きましょう。はい、お手洗いはこんな感じです。おっと、はい、ちょうどでございます。はい、めっちゃ綺麗です。でも、ウォシュレットはないです。さあ、お風呂はこちらになってますと。はい、お湯でしたところで、こんな感じで漫画があちらこちらに置いてます。あ、今からチェックインの人がいてる。さあ、それではですね、近所ぶらり行きましょうかね。さあ、何があるかな。あそこ裏手なんやね。はい、さあ、それではですね、近所の散策行ってみましょう。目の前がね、お寺でございますと。はい、なかなか激しい廃墟が聞こえてますね。サーキットか言われて、ちょっと肌寒い今日。もう4月の20日過ぎてんのにね。今日何日？ 21 かな。うん。さあ、近所ぶらり。まあね、このちょっとね、でかい道路が目の前にあって、ほんで、そうなんですよね。こういうでかい道があって、あ、ファミリーマート近くにあるわ。コンビニありますね。はい、コンビニはすぐそこにあります。で、こっち側からはね、こう入れないんですよ。はい、あの宿にはね、まずは。でもちょっとあの裏口があって、そこから出入りできますと。まあ、今夜間なんで閉まってるかもしれないから、表から回ってきました。いや、ここ僕ありっすね。ちょっと、うん、おっちゃんの雰囲気も良かったし、気に入った。名古屋に出張はここでもいいかもしれない。車が置けるのは幸せ。で、金山までも車で、金山ってちょっと半径なんですけど、車で10分15分なんで、いいですね。うん、僕の名古屋に来た時の上宿にしたいぐらいです。さあ、ここにファミリーマートがあります。で、やっぱあの都会、日本でも三大都市、三個目の都市って言われてますけど、もうね、ちょっと真ん中から離れるとこのぐらいのんびりしてるとこなんですよ。紅葉町ね。それからまあ別にあの、なんですか、あのめちゃめちゃ騒がしいとかそういうこともなく、楽しい街でございますと。楽しい街とかしいけど、うん。で、お風呂もね、
まあ普通の家のお風呂より全然大きいし、まあ、2人で一緒に来た友達と一緒に入りましたけど、全然ええ感じですね。てか今日寒いな、ジャージなんですけど寒い。で偶然にもね、明日の名古屋でタミグララジコン大会行くんですけど、明日出る一緒に、まあ、うちの常連さんであり、僕らの、まあ、兄貴みたいなおいちゃんがおって、同じ宿やった偶然、うん、さあ、ブラブラ歩いてきましたけどもね、はい、まあこんな感じで、外観は、夜の外観はこんな感じでございます。パッと見なんかね、旅館と思いっきり書いたら旅館かなと思うけど、別にマンションっぽい建物なんですよね。はい。まあ街はね、本当に静かな、住宅街になるんですかね。の中にありますと。ほんと静かです。時々暴走族が走ってます。まあ、暴走族でも昔の直感のバリバリの暴走族ちゃうんで、それも中によっては気にならないことですけどね。暗すぎて映らへん。でも倒れへん。すげえ。あ、ボディの音が違うんだ。ああ。やっぱ足回り大事なんやで。回る。すげえ。おはようございます。はい、それでは行きましょう。次はいいですか、こちらで。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。もうすぐそこやねん。もう歩いて行けるレベル。あ、歩いて？え？あ、そうなん。あれで、まあ歩いて行けんことはないか、車で5分。行けるレベルぐらい。うん。
はい、今日はこちらの旅館泊まってまいりました。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございます。さあ、別にあの部屋もね、結構あの和室は広かったんで、洋室もね、あの泊まってる部屋にも見に行ったんですけども、洋室はちょっとね、あの面積にベッドが2個あったんで結構窮屈そうでしたけども、まあでも寝るにはね、ベッドも広かったし、できれかったし、良かったんじゃないですかね。この値段で、このサービスなら十分満足でございます。どうもありがとうございました。